ございます。こんにちは、ブティ。はい、まえのんです。今日はですね、ただいまの時刻6時です。朝の私は今なんで動画を撮ってるかと言いますと、なんか最近ここ1週間2週間ぐらいかな、メイクスランプすぎてなんか顔が安定しないっていうか、一体私はどんなメイクをしたいんだろうみたいな、そういう悩みがあって、やっぱり朝準備するときにこうメイク研究ってなかなかできないけど、早起きしたらいくらでもできるんじゃないかということで、今日は私の顔を可愛くしようメイク動画を、自分のためなんですけど自分がこう可愛い顔をね見つけたいなと思って動画をね撮っていこうと思います。私なんかメイクスランプすぎて、メイクスランプとかで YouTube 検索したりとか、可愛くなるメイクとか言っていろいろ検索したりしたんですけど、同じ気持ちの方とかもいらっしゃるんだなと思って、ちょっと私ももしねそういう悩みがあってたまたまこう検索して、あ、前のも同じ悩みをみたいな、同じ気持ちの方にね届いたらいいなと思って、今日は動画を撮っていこうと思います。終わらせたのでメイクをねしていこうと思います。6時に起きてすぐね動画を回してるんですけど、今日はねお仕事なんですけど、お仕事自体は12時とかからなんで全然余裕はあるんですけど、メイクをしていきたいと思います。そう、私の肌ってね肌がくすんでるんですよ。なので多分トーンアップはさせた方がいいと思うので、アローシポゼの UV イデア XLプロテクショントーンアップのパールホワイトで SPF50+PA4+、 これで一回肌をねトーンアップさせていきたいと思います。トーンアップさせます。さっきインスタのストーリーに朝から YouTube 撮影しますって書いたんですけど、こんな朝から撮影なんですねみたいなコメントをねいただいたんですけど、 DM か。もうなんか目覚めた時に、あ、これは早く解決しなきゃと思って、眠かったけど起きて動画をね撮り始めました。ちょっと暖房の音がうるさいかもしれない、聞きづらかったらすいません。一回肌をさせて、そしたら首だけ黒いので耳にも伸ばします。この間その暖房の音が大きすぎて、暖房がね近くにあるから切ってね撮ったんですけど、もう寒すぎて本当に撮影終わった後死にかけたので、でもね今日は暖房は失礼します。まあきっとね馴染んでいくと思うので、こんな感じかな。そしたらファンデーションに入りたいんですけど、その前にこちらジルスチュアートのイルミネイティングセラムプライマーの02番、こちらを使います。これ結構ずっと使ってるけどまだ持ってくれている。これなんかノンディーさんがねプレゼントしてくれたんですけど、めっちゃ使ってる、嬉しい。これ普通にもうなくなりそうなので追加でポチりました。ハイライトみたいな感じで明るくさせたいところに行きます。え、夜とめっちゃ紫パープルの光が、結局ベースメイクが一番大事な気がするんだよな。でも正直好きな、どっちも好きなんだよな何がって感じだと思うんですけど、お人形みたいなメイクも好きだし、なんかもうほぼメイクしてませんみたいな透明感すごいメイクも好き。でもなんか結局透明感があるメイクでも血色感があるメイクが好きなんですよ。ナチュラルなんだけどチークとかは色がしっかり出てて、リップとかも発色しててみたいな。でもそのためにはきっと肌がやっぱりくすんでたらそもそも色味も出ないし透明感も出ないと思うから、肌はやっぱり大事だと思うんですけど、難しいですよね。きっと多分お人形みたいなお肌にするにはしっかりクッションファンデとかで色味、色の顔ムラとかを、顔ムラ、色ムラか、色ムラとかをしっかり整えなきゃいけないと思うので、いやーファンデーション悩むな、どうしようかな。今日はちょっと盛ろうかな、盛ります、ナチュラルに盛る。皆さんファンデーションこちらを使っていきます。ミルクタッチの AD グロークッション02番使います。これめっちゃいいんだよな、じゃーん、こんな感じで
メッシュタイプっていうのかな、これ使うと顔が盛れるっていう。メイクは薄く、うっすら。どうなんだ、これで正解なのかな。まあ、正解はメイクが仕上がってみないと何とも言えない。顔だけ白すぎ。はい、そしたらコンシーラーをのせていきます。ケサランパサランのアンダーアイブライトナーのオレンジ。最近さ、結構割としっかりめにコンシーラー使ってたんですよ。これじゃないやつ、割と色がしっかりつくやつ。やっぱり厚塗り感が出ちゃうし、くすりやすいなと思っちゃったので、全部色のせるよりも本当に必要なところに丁寧に薄く色をのせてあげる方がメイクくすりしづらいなと思いました。そしたら明るい方の黄色を重ねます。この辺がくすむのよ。残ったやつで伸ばします。良さそうな気がしている。この間私なんかすっごい時間ない時に使ったチークがめっちゃ良かったんだよな。アリーのクロノビューティーカラーオン UV チークの01番、日焼け止めジェル SPF50 プラス PA4 プラス。これさ、なんか前に使ってたんですけど一回しまっちゃってて、なんかこれもう一色あって、私持ってるやつもうちょっとなんか薄め、なんかコーラルっぽいやつだったんですけど、これちょっとサーモンピンクみたいなカラーで私の肌に合うかなと思って、なかなかね出番がなかったんですけど、先にチークしちゃう？やめた方がいいかな。でも可愛かったんだよな、これ。わかりますか？しちゃった。チークはしっかりなんか発色してて可愛いんですよね。上にのせちゃう。わかりますか？この可愛い感じ。可愛い！この上に出すかもしれないけど、一回ベースとしてチークしちゃった。問題はリップなんだよな、いつも。リップとアイシャドウと、リップとアイシャドウ。とチーク全部だ。いやー、なんか難しい、難しいよ。こういうチークするとリップは何していいかわかんないんだよな。しかもなんか似合うリップとかチークとか、このチークにこのリップが合うとかはわかるんですけど、それが自分に似合うかって言われると似合わないから、きっとこういうチークした時はこういうリップが可愛いと思うんですけど、一回乗せてみるか。アミューズのデューベルベットティント05番。あんまりのせすぎない。ベビーで分かる。自分の過去に撮った顔をたくさん見てきたんですけど、悩んだ時になんかリップが濃い方が盛れてるなって思ったので、あとこの間そうストーリーの方で私の好きなメイクってどんなやつって質問したら、すごいね、みんな丁寧に写真を送ってくれて、この好きなって言って教えてくれたんですけど、だいたいリップが濃かったんですよね。あんなちょっと赤リップっぽい感じだから、プライベートだと最近リップ薄めだったので、リップは発色良くてもいいのかなと思って選んでみた。そしたら眉毛を描きます。眉毛はね、最近これです。フーミのマルチアイブロウパウダーのオイルブラウン使います。私はこの3色を混ぜて使ってます。今髪が暗いから、前ハマってた眉毛脱色するの最近やってないんですけど、とりあえずやんなくて良さそうかなって思ってるけど、意外と脱色した方が割れたりもするから、これマスカラするか。ケイトの 3D アイブロウカラーの BR7 番。どうなんだ、眉毛濃すぎ、眉毛濃すぎとかな、前髪で隠れそうだからそんな気にしなくていいか。なんか髪色どうしたらいいかわかんなくて、黒すぎるのかな、似合わないですか、どう思いますか皆さん。本当に最近どうしていいかわかんなくて、自分のしたいものもわからず、自分の可愛いものもわからず困ってます。ちょっと私やっぱりプルプルしてないとダメなので、これ上にのせます。コスデコのリップオイル N の02番、これを重ねます。前はマットが大好きだったけど、潤ってないとやだ。なんか可愛いラメが入ってるやつ、オーロラに光る感じ、ラメ。私最近なんかね、リップクリームフェチで
ップクリームフェチってなんだ。リップクリーム大好き成人なんですよ。薬局でリップクリームを見るのが好きで、薬用のね、このリップも気になるな、この薬用リップも気になるなと思って、なんかこれレビューしたら楽しいんじゃないかなとか思ったんですけど、でも色付きじゃないし、なんかそれを説明するのって難しいなとか思っちゃって、とりあえず全部買うのやめたんですけど、普通になんか全種類欲しくなっちゃうぐらいリップクリーム大好きすぎて、最近好きなのはこのオバジのリップエッセンス、この美容液と、あとあれヒビプロのリップクリーム、こっくりしてるやつ。あとね、私もう一個好きなリップクリームがあるんだよな、大好きなやつがあって、それはちょっとここに貼っておきます。これです。これは私もう何本もリピートしてます。すごい好き。バニラの香りと無香料があるんですけど、私はバニラのっぽい香りのやつがすごい好きです。アイシャドウ、いやーどうしよう。一つ目選ばれたものこちらです。ヒンスのパレットの04番、カーブ、またヒンスなんですけど、これヒンスの03番、これ大好きなんだよね。個人的にこのパレット大好きなんだけど、最近買ってよかったものがこれ、シピシピのムードカラーアイズの01番。これ撮影でね、メイクさんに使ってもらってめっちゃ可愛かった。どうしよう、どうしようかな、悩んでいるな。悩む。しかもラメが入ってるものなのか入ってないのかとかも結構でかくないですか。うわー、どうしよう。いやー、一回涙袋をちょっと明るくします。ビービアって言うのかな、ピアーってこと、ピアー、え、あ、ピアーね。ピアーのラストオートジェルアイライナーの11番、リネンベージュっていうカラーを一回涙袋。いやー、朝時間があるって最高。私いつもなんか準備が終わってゆっくりするのが好きなんですよね。準備できて急いでお家出るのが本当に苦手で、いつも早く準備終わってゆっくりお家で過ごして、なんなら早めにお家出てゆっくりカフェとかで時間を潰すのが好きで、寝起きは大変だねとか言われるけど、したくてしてるので全然大変じゃなくて。はい、一回ちょっとだけ明るくしてみた。なんかこの涙袋を作る工程すらも自分が似合ってるのかもわかんない今。どうしよう、どうしようかな、困ったな。これはねすごい大好きなんですけど、これね、これが割とね使いたいカラーがオレンジっぽいから、ラメとかとして使おうかな。ですると意外とこの色、この色をアイホールにのせてみようかな。でも私このね色めっちゃ好きだった。指でぼかす、どうですか。なんかアイシャドウ濃い時もあれば薄い時も私あって、最近は本当に薄いんですよアイシャドウね。全然色ってないぐらいなんですけど、なんかそれとかもしっかり色入れた方がいいのかな。でも可愛い、可愛い気がしてる。すごいなんか迷いながらメイクしてるから、見てくれてるみんな多分不安ですよね。大不安だよな。これが可愛いよって本当はね紹介するべきなんですけど、今日私は今ねそんな余裕がないんですよね。迷っている。今のカラーを涙袋にも入れてみようかな。これやるとくすむかな。くすんだ目の下、どうどうどう、どうですか。いけてる、いけてる、いけてますか、いけてるか。色目に涙袋、あ、なんかさっきよりいい感じ。割とくっきりの人が可愛いかもしれない。どう、なんか良さそうな気がする。なんかアイラインも引くか悩むんだよな。どうしようかな、うわー悩んできた。一回ペンシルで描こう。キャンメイクのクリーミータッチライナーの07番、これ大好き、あずきブラウン。今日の動画めっちゃ長くなっちゃいそう。いやーむず、心を落ち着かして。失敗した。合ってる？なんかメイク初心者みたいになっちゃってやだな。一回引いて、なんか細めのこういうブラシで、むず、伸ばす、なじ
ませる。どう？どうですか？私が一番不安、今なんか違う気もしてきたけど、今ちょっとね、ブラウンのアイシャドウつけて上に重ねてみた。ねえ、濃いかな。一生終わらなそう、今メイクなんかここだけ浮いてる。上もライン引く？あんま私上にライン引かないんですけど、ここだけめっちゃ濃く見えるから。あ、同じんだかも。なんかさっきより良さそう。ん？なんかいい感じ。どうですか？今のとこいい感じだけど、問題はマスカラだよね。なんか私どうしてもマスカラすると私って顔になっちゃうんだよね。まあいいのか、それで。誰になりたいのって感じですもんね。自分の顔に飽きてしまったんだよな。だからなんかこう人のメイク動画とか見てる方が楽しいんだよな、自分の顔じゃなくて。もうダメだ、そんなこと言ったらノーティーズが悲しいんじゃん。いつもなんかそういう気持ちでね、イベントとか私が出るとノーティーズは可愛いよとか、そういうイメージめっちゃいいとか言って褒めてくれるから、本当にいつもね使われてます。そんなにこのお仕事してなかったら、やっぱそんななんか自己肯定感をみんな上げてくれるなんて、そんな機会もね、なかなか私はなかっただろうから、本当に良かったなって思います。みんながいてくれてありがたいな。ギュッてやりすぎてないかも。いつもより弱めに上げてみて。やっぱりまつげはちゃんとした方がいい気がするから、エレガンスのカールラッシュフィクサーでいつも通り内側だけ上げる。なんかリップが似合ってないんかな。リップが似合ってない、気持ち的に。でもなんかアイメイクはうまくいった気がする。アイラインとかねえとか言って、どうだろう。なんかリップが違うんだよな。もっとなんかパキッてした方がいいと思うんだよな。全然これパキッてしないけど、このリップに最近ハマってる。私が普段選ばないから、マックのロックドキスインクカラーのミスチーフっていう、これ可愛いよ。このリップは本当につけたら落ちないから、こういう色。私はいつもねこういう色はね絶対選ばなかったんですよ。くすんでないから、くすみが入ってないカラーらしい。お店の方にね相談したら、いつも私なんかくすんでるんですよね、リップが。リップも顔もくすんでる、なんかくすませがちだから、くすんでないカラーってあんま買ったことなくて、どうしようかな。一回ちょっとリップは服着替えてからにしようかな。前髪下ろしたりとかして。マスカラどうしよう。いやー、マスカラ悩むけど、困った時はやっぱりヒロインメイクなんだよ。ヒロインメイクのボリュームマスカラのブラウンかな。なんかやっぱり困った時はこれなんだよな。いい感じ。あとなんか下まつげも塗るべきなのか塗らないべきなのかもわかんない。塗らないとちょっと抜け感が出て可愛いんですけど、あんまり漏れたことがない写真とかで。でも下まつげ塗るとなんか、なんだろう、私の好きな顔にならないんだよね。顔は漏れるんだけど、でどんどん濃くなっちゃうっていう。下まつげにのせるとなんであんなメイク濃くなるんだろう。アイシャドウで好きなように調節するんだろうけど。はい、一回マスカラしました。で今日なんかアイラインがうまくいった気がする。一回ちょっと前髪下ろそうかな。すごい自由人になっちゃってる今日はなんか順番とか何にも気にせずやっちゃっている。じゃあ前髪を下ろしてきます。はい、前髪をね今一回下ろしてきたんですけど、前髪下ろす時に鏡見てたらなんか物足りない、なんか中途半端だなと思っちゃって、なんかもうちょっと顔を盛りたいなと思ったので、リップをね
濃いやつを持ってきた。ロム&のね、結局このロム&シリーズがすごい好きで、12番か3番と悩んでて、3番の結構濃いオレンジ、赤っぽいのか。あ、でも可愛いこの色。3番か上の方がピンク。あー、どっちだ。下の方がなんか赤っぽくて、上の方がベージュ系の発色いいやつ。でも最近そういえばこういう下っぽいリップってあんまつけてなくて、一回つけてみるか。乗せてみた。どうですか。乗せてみた。あ、なんかいいかも。こんぐらい色がある方が可愛い、この色。やっぱりどうですか。そしたら涙袋がやっぱりちょっとくすんで見えたので、シピシピの、あ、これにしよう。この色、これを涙袋に重ねてみます。え、かわいい、かわいい気がしている。目がめっちゃ大きくなった、こっちだけ。え、全然違うんだけど。こっちもやってみます。涙袋が一気にできました。でもちょっと今なんか下まぶたの涙袋が強調しすぎて、なんか好きな顔にはならなかったから、やっぱ下に色を入れようかな。まだ足すんかいっていうね。どうする、どうしよう。足します。これにしよう。さっきとまた違うパレット、さっき紹介したこのピンクとこのオレンジっぽい、この2色を混ぜて、ピンクとブラウン、下まぶたに。あ、よいぞ。あ、難しいぞ。あんまやりすぎると。で、なんかいいかもしれない。え、なんか好きな顔になってきた。マスカラしなくていいかな。どうですか。さっきよりだいぶなんかいい感じになった気がする。え、でリップがね、やっぱこれ好き、これかわいい、この色好きだわ。もっとさ、この薄い12番をさ周りに。マスカラします。ここまで来たらもうなんか盛れた方が良くないと思っちゃった。まつげ塗ります。みんなに言ってなかった、今日クリスマスの当日なんですよ。え、私何やってんのって感じ。しかもさ、昨日の私本当に見てほしかった。なんか私毎年クリスマスなんだかんだなんか充実してて、もう仕事とか友達といたりとかしてたんですけど、クリスマスイブに本当に朝から何にも予定がなくて、そのクリスマスイブの前日はね、ワイと一緒に行ってスパイファミリーのね、劇場版の映画をね、見に行ってたんですけど、本当に当日何も予定なくて、ひたすらクリスマスっぽいことしようと思って、もう本当にすっぴんボサボサヤギだったんですけど、ケンタッキーをウーバーしてチキンを買って、あとケーキをね買って、お家で食べるっていう一人で。本当はそれを YouTube にね撮るべきだったんですけど、本当になんかもうだらけすぎて、昨日ずーっと部屋着でゴロゴロしながらアニメ見たり、ずっとねゲームしてたね。昨日はスプラトゥーンしてた。スプラトゥーンを何時間やってたんだろう。何時間やってたんだろう。一人でずーっとやってた。夜遅くまでやってたね。1時とか2時ぐらいまでやってたかも。夕方ぐらいから始めて、で、やばすぎ。私昨日本当にすごい生活を送ってて、逆に見せられないぐらいすごかったよ。で、夜はお寿司を頼むっていうね。なんか夜ケンタッキー頼んだら売り切れちゃう気がしちゃったから、お昼にね、あるうちに頼んじゃおうと思って、ビールにチキンを、ね、食べましたね。美味しかった。はい、下まつげも乗せてみました。やっぱ下まつげ乗せた方が盛れるんだよな。ちょっとインライン引こうかな。インラインを引きます。キャンメイク、さっきのなんか過去最長記録の動画な気がしてきちゃった。インラインを
てみた。これで完成でいいかな。完成でいいと思いますか皆さん。あ、ハイライトのせてないね。ハイライトのせよう。ハイライト最近こっちに変えたんですよ。チャンネルのもうね見えない、後ろなんて書いてあるの。ハイライター、ハイライティングパウダー、ゴールドみたいな名前だったと思います。ハイライトして、うわー、チークどうしよっかな。粉あけの方がいいのか、これ使ってみようかな。でツヤツヤしちゃったらなんか違うかな。どうしよう、悩んできちゃったよ。もう一回さっきの最初に使ったチークを足してみるか。なんかチークももうちょっとはっきりしたいなって思ってきちゃった。完成、着替えよう、着替えてきます。はい、ということで着替えてきました。今日は Y のお下がりのニットカーディガンにユニクロのなんかヒートテックみたいなめっちゃ使えるグレーのニットを着てます。あとこれはヴィンテージショップで買ったティファニーのネックレスです。久しぶりにつけた。これ何年前だろう、5年前とか6年前とかに買ったやつ。4年ぶりぐらいにつけました。はい、ということで私のメイクスランプの悩みに付き合ってくれてありがとうございます。まだちょっと悩んでるもんね。でもあんまりやりすぎるとモリモリになってしまうので、これぐらいでやめとこうかなと思います。うん、まあでも今日は割とうまくメイクができた気がする。これつけるの忘れてた、フィックスメイクアップクラランスの、これほんといい。オッケー、香水今日どうしようかな。最近香水いろいろ使ってて、今日の気分はマルジェラにします。マルジェラのレイジーサンデーモーニング使います。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー、ありがとうございます。もう今机がやばい、壁にマスカラつけちゃった。やばい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 、あーよかった、さすがに落ちるか。壁にマスカラつけちゃった、もうやだ、もうやだよー。